おはぴよ、どうも、ひなぴよです。それでは本日も、君が死ね、多数決デスゲーム、続きやっていきたいと思います。前回からね、だいぶちょっと時間が空いてしまったんですが、絶望の中終わったことだけは覚えております。ね、せっかく脱出できそうだったのに、瓦礫に埋まってしまっていて、結局メインゲームに間に合わなかったと。なんですが、一個だけね、サラちゃんにとってはいいことがありましたね。身代わりだったんですけど、平民のカードと入れ替わっております。誰かと交換されたっていうことがわかりますが、私はね、それね、そうくんがね、いじったんじゃないかと思ってるんだよね。ハッキングしたんじゃないかと思ってるんですよ。でもそれって、ハッキングとかって確かしたら、死、みたいな、感じじゃなかったかなっていう。ゲームマスターの不正が発覚した際には24時間後にもう一度メインゲームを開催。で、プレイヤー側の不正が発覚した場合は、あれ、確か、そのプレイヤーが死ぬみたいな感じだったような気がするんだけど、そうなった時ソウさん死んじゃうんじゃねって思ってすごいちょっと今心配しています。っていうところでじゃあ早速やっていきましょうかね。はい、ガシュ。それでは、メインゲームの説明をさせていただきます。ルールの基本は、多数決で犠牲となる1名を選出することです。多数決は2度に分けて行います。1度目の予選投票では、全体人数の半数が候補者として残ります。現在8名が生存しているので4名ですね。この中から決選投票を行い、最終的な犠牲者が決定されます。つまり、8人、4人、1人と順を経て犠牲者を決定するわけです。重要なのは4種類の役職。1つ目は平民。これは何の力も持たないいわゆる役なし。2つ目は鍵番。犠牲者に選ばれてしまうと全滅してしまう、文字通りキーマン。3つ目は賢者。聖なる占いの力で鍵番が誰なのかを知ることができます。4つ目は身代わり。このカードだけは犠牲者に選ばれた時だけ生存できる逆転のカード。しかし逆に選ばれないと死んでしまう呪いのカードでもあります。その代わり、身代わりだけ投票権を2票持っている上に、勝てば自分が指定した1人と一緒に生きて脱出できるのです。ちなみに、最多票が複数いた場合ですが、身代わりがいれば、身代わりの勝利、鍵番がいれば全滅。身代わりと鍵番が両方いれば、これは鍵番が優先され、全滅となります。枚数の内訳は、鍵番、賢者、身代わりが1枚ずつ、他は全て平民になっております。全滅だけは免れるよう。頑張ってください。言われるまでもない。それでは皆様、会場をお待ちください。あれ、ホエミ？え？おい、ガシュ！どうして、なんで、え？ホエミが微笑んでない。キレ散らかしてる。なんで？ホエミ？ガシュ、聞いてるか？貴様、大変なことをしてくれたな。貴様は、明らかな不正を犯した。メインゲームの根っこを揺るがす、大きな不正。貴様は、メインゲームを私物化する気じゃ。失礼、映像が乱れてしまいました。メインゲーム開場いたしました。皆様お入りください。何が起きたんだ、今。あー、やっぱりホエミとかとガシュはちょっと敵対勢力っぽいよな。ガシュが何を求めてデスゲームを行っているかがわからないな。いや、とりあえずまあ一応セーブして、ホエミの方についた方がいいのか、それともガシュの方についた方がいいのか正直わからんのだが。え？で、あとどうしたらいいの？すでに開場しております。皆様早くお帰りください。あ、メインゲーム会場に行けばいいのね。オッケー。あ、ここは変わんないのか。
目の前には見覚えのある奇妙な机が並んでいる。来たね。え、なんか、あれ、この刑事さん、刑事さんってこんなんだった？なんかかっこよくない？あれ？ちょっと時間が空いたからかもしれないけど、改めて刑事さんってかっこいいんだな。早いですね、刑事さん。さっきの、なんだったにゃ。歌手、どういうことだ？説明しろ！なんか、普通のメインゲームになりそうにないね。また、始まっちゃう。おや、騒がしいですね。お呼びですか？てめえ、ホエミーが言ってた不正ってなんだよ。不正？何のことやら。まさか、財布の件じゃないだろうな。ん？あれ、この反応は違うみたいだな。相変わらずこの頭だけカクンってなるの怖いんだよな、これ。良いですか？本当に不正があれば、議論中に明らかになるはずです。仮に発覚すれば、処置をいたしましょう。ふざけんな！不正の判断はてめえがするんだろうが！ガシュ。ホエミーを呼べ。ハンナキーを呼べ。ん？ん？ホエミーとハンナキーでどっちを信頼できるかって言ったらハンナキーなんだけど、でもホエミーの方が確実に敵対してる感じはあったよな。とは思うが、私はハンナキーを呼びたい。ハンナキー呼んで。せめてハンナキーを呼べ。不正の判断を下せるように。うん。いいでしょう。それで気が済むのであれば。公正なジャッジを頼むよ。何笑ってやがんだてめえ！嬉しいのですよ。不正を気にせず、正々堂々と殺し合いをしたいという、その心が。てめえ！それでは、第2回メインゲームを。待ってくれ！誰だ？キュー太郎さんか？あ、キュー太郎さんだ。おお、よかった。全員揃いましたね。よかった。なんとか気がついたんだね。くっそ。結局始まっちまうのかよ。ええ、話が長くなりました。これより、第2回メインゲームを開始いたします。うわ、背景が怖い。候補者の選出。いや、久しぶりだね。ああ、うわあ。いや、もともと11人だったのにな。8人か。非常に重い空気が場を支配している。再び始まってしまう恐ろしいゲームが。みんな黙ってても時が過ぎるだけだよ。せめて自分たちの手で運命を決めようよ。ね。大丈夫。一度は通った道じゃないか。全然違うぜよ。あの時と今とじゃ。俺たちはもう仲間だ。関わった時間が段違いじゃねえか。なら、死ぬかい？覚悟を決めよう。初めてのメインゲームで、そう言ったのは九太郎でしょ。ちくしょう！皆様、今回はカードの絵柄をルールブックに載せました。一度目のメインゲームのように、絵柄の知識で判断することはできませんのでご注意を。それでは皆様、残酷で濃密な時間を存分にお過ごしください。ガシューは静かに椅子へ座った。こうして、再び、メインゲームが始まった。まずあれだね。まず刑事さんから話を聞きたいんだけど、セーブします。ちょっと待って、もう、あのね、実を言うと私、今喉が痛くてですね、ちょっと喉がガラガラなので、もしかしたら思った通りの
声がね、出ないかもしれないんですよ。すげえ悔しいんだけど。そうなった時、ちょっと、許してください。すいません。ってことで、刑事さんから早速話聞いていこうと思います。まずは4人の候補を出すために話し合おう。生き残るべきは誰なのか。死んでいいのは誰なのか。これしか議題選べないのでね。OK だ。覚悟は決まったようだね。待てよ、刑事。今回は前と違って、カード交換が何度も行われたんだ。何回行われたんだろうね。確か4回とか5回ぐらいだよね。疑い合わなくたって、推理していけばきっと、身代わりと鍵盤の所持者もわかるはずだ。みんなが正直に話せば、ね。嘘をつくってのか。少なくとも、身代わりは真実を言わないでしょ。なら、4人の候補者が出てからでいい。そっか。候補者にならなかった人たちは正直に話せるからね。そうさ。それにもし今、全員のカードが判明したとして、投票するのは、きっと地獄だよ。単純な死のなすりつけ合いさ。あいつが死ぬべき、こいつが死ぬべきってね。絆なんて、跡形もなくなるほどに残酷だ。わかった。刑事、お前の話に乗るぜ。その上で言うぜ。そう、私が怪しいと思ってるのはお前だ。は？待って、レコさん。ソウさんは脱出にすごく貢献を。わかってるさ。でもだったら、誰に投票するんだ。私には、他の奴を選ぶことなんて無理だ。今投票するなら、ソウに入れちまう。これが私の本心だ。そう。てめえもいい加減本音を語って、疑念を晴らしてくれよ。やっぱり、感情で話す人とは馬が合わないみたいだ。うるせえ。いいから本音を。じゃあ、僕が一人目の候補でいいよ。なっ！だって僕。カミングアウト。身代わり。身代わりだから。あ、はぁ？今の話聞いてたか？役職を言う流れじゃねえって。自分で告白しちゃダメなルールなんてあったっけ？なるほどね。ごめんね、刑事さん。あなたに主導権握られるのは、いい気がしなくてね。そうだ。僕が次に怪しい人間を指名するよ。どう？またろくでもない考えを。自分が候補者でいいって名乗り出ちゃった分、ここは、ちょっとむずいな。ちょっと賛成しちゃおう。わかりました。議論が進むならどうぞ。冷静だね、サラさん。僕が指名するのは、カンナさ。え？てめえ！何言ってやがる！みんなももう理解してるはずだ。騙されやすくて臆病で能力不足。道場以外に残す理由があるの？邪魔れ！利用したのはてめえじゃねえか！散々利用して、捜査は裏切ろうとしてるのか。ガンナちゃんに、弁明の時間をあげるわけ、ね。はぁ？いいよ。デスゲーム中のカンナちゃんの行動について話し合ってみようか。信じるために、ね。進展。ガンナは、最初の方はずっとソウの部屋にこもっていたぜよ。だいたい二人行動だったはずだ。証明できるのはソウしかいねえってのに。そうだね。カンナはずっと足手まといだったよ。邪魔だったな。カンナちゃんはだいぶショックを受けてるみたいだね。無理もない。わかってるよね、サラちゃん。君なら発言を引き出すことができる。それに、新しい武器も、ある。え？ほら、一緒に探索した時の、あの敏腕デカの目。
誰かが発言した時に様子が変わる人を見抜けるかもしれない。そんなこと私に。さあ行こうか、相棒。行く。相棒です。どうも、セーブします。じゃあ早速引き出していきましょうかね。引き出す。あー、ジョー君選べない。さ、まあ、カンナは様なんかじゃ。カンナ、カンナは最初の方はずっとソウの部屋にこもっていたぜよ。だが交換フェーズの後半は単独で行動していたように見えたぜよ。本当ですか？だが肝心の後半は気絶してたからほとんどわからんぜよ。そうなると当てにはできないな。おお、顔変わった。カンナはずっと足手まといだったよ。邪魔だったな。使えない助手を持って僕もうんざりしてたんだ。今ソウさんの最初の発言の時、あの人の表情が変わった気がした。表情が変わっている間にその人へ触れてみよう。なるほど、俺だ。気づいたぞ。カンナ、ショックで言葉が出ないのか。でも何か言いたそうにしている。だったら私がカンナの心を奮い立たせるしかない。任せろ、連打だ。まだだった。ほら、いやー、いやー、行かないでー、行かないでー。と、エイムが悪すぎ。あ、来た来た来た。カンナ、言われたままでいいのか。それは怒ったっていいんだ。心で思ったことそのまま口に出すんだ。カンナは、カンナは、邪魔なんかじゃありません。ソウさんはハッキングできるからって意地悪を言いますが、一番最初にハッキングしたのはカンナじゃないですか。え？え、カンナちゃんハッキングできんの？すげえ。ちょっと待つちゃん、どういう意味ぜよ。その、カンナがハッキング？やれやれ、言葉足らずだな。頼むぜよ、もう少し詳しく教えてくれ。はい。進展。カンナはソウさんがハッキングするよりももっと前からハッキングしたんです。そのハッキングの内容って？パスワードを解除したんです。人のものを勝手に。それってハッキングって言うんですよね。カンナちゃんもパソコンを使いこなせていたってことですか？あんなのハッキングなんて呼べないよ。覚えたての言葉使うのやめた方がいいと思うけど。さあ、サラちゃん、この調子で議論を進めていこう。はい。発言を引き出し、議論を膨らませて、あれか、バーサスか。アイテムを突きつけて証明したり、発言同士を戦わせて、食い違いを正すんだ。オッケー、まず、ちょっと引き出そう。カンナちゃんもパソコンを使いこなせていたってことですか？中学校でプログラミングを教わるとは聞きましたが、まさかハッキングまで。さすがにそれは。でも一体何のパスワードだったんでしょうか？聞いて思いつくのはパソコンを起動するときのパスワードくらいですが。うん。パスワードを解除したんです。人のものを勝手に。それってハッキングって言うんですよね。昨日からソウさんはずっと悩んでました。パスワードがわからないってニット帽を脱いだりかぶったり。ふとソウさんの両手を見ると、こんな環境でも綺麗に洗ってて清潔にしてるんだと思って、その時ひらめいたんです。パスワード押した跡があるかもって。指の汚れが残っていたおかげでパスワードが分かったんです。新しい発言を引き出したぞ。なるほど、あん
んなのハッキングなんて呼べないよ。覚えたての言葉使うのやめた方がいいと思うけど。困っちゃうよね。議論の時間は少ないのにさ。なら総さんの口から全て説明したらどうですか？説明してるよ。カンナがいかに使えない女の子か。人を道具みたいに言うんじゃねえ！ここか？あの、もしかしてカンナちゃんはパソコンを使ってハッキングしたんじゃなくて、パソコンそのもののパスワードを解いたってことですか？はい。そうか。パソコンがソウさんの手に渡る前、最後にパスワードを入力したのは私だ。指の汚れ、つまりキーボードを押した跡が残ってたんだ。なんかそれ言われるとサラちゃんの指が汚かったみたいになるじゃん。ちょっとやめてよ。パスワードを解いたのは、あ、間違った。パスワードを解いたのはいつだ？カード交換フェーズが始まるより前です。ちょっと待つぜよ。それっておかしな話だと思わねえか、サラ。そうですね。そうですか？あー、そうですね。だってあれだもんね、パスワード分かってないみたいな感じで近づいてきた感があったもんね。そうですね。これはおかしいです。だって私たちからパスワードを聞くために総さんはパソコンを共有したはずです。なのにこの話じゃ、みんなでパソコンを共有する前から中身は覗けてたってことだろう。まあでもあれだよね、サラちゃんのお母さんの名前が分かんなかったからってことかな。どうなんだろうね。はい。手を組む必要なんてなかったっつうのかよ。違います。ソウさんはみんなと仲直りのきっかけを。カンナちゃん、残念だけどそれ以外の理由があったんだ。え、なんでソウさんは私たちとパソコンを共有しようとしたのか。善意に目覚めた友達になりたかったサラフォルダを見るため。これでしょうね。パソコンの中のサラフォルダを見るため。そういうことだよ。サラフォルダだけはサラちゃんの母親の名前がパスワードになっていたからさ。ふざけてるぜよ。そう、何も話さず俺の取引に応じてたがや。え？それがどうかした？貴様、ちょっと待ってください。取引って何ですか？気にしないで、こっちの話だよ。そうはいかない。初めからおかしいとは思ってたけど、どうやらパソコンの共有には裏で取引があったみたいだね。全部喋ってもらうよ、その怪しい取引についてね。進展。俺はパソコンを共有してくれってソウに話を持ちかけたぜよ。びっくりしたよ。キュー太郎さんは代わりに自分のメダルを渡すって言い出したのだ。お二人はソウさんの寝室の扉を一枚隔てて話し合ってました。カンナも聞いてます。はあ、なるほど、引き出そう。ソウさんは悪い話じゃないなと言ってました。そして仲直りしようかなとも言ってたので、カンナはすごく嬉しくて。カンナはまだソウさんの中の優しさを信じてるのか。俺はパソコンを共有してくれってソウに話を持ちかけたぜよ。だってもともと俺に責任があったからな。メダルを集めるサブゲームが始まった時、俺は生き残るために誰よりも多くメダルを集めた。せっかく手にしたパソコンもソウのメダルと引き換えに渡しちまった。あの時の俺はメダル欲しさに任させたぜよ。本当に理由はそれだけですか？当たり前ぜよ。
そうに弱みを握られたとか、そんなことは、ねえ。弱み、本当にないんだろうか。いや、弱み握られてんな、これな。びっくりしたよ。九太郎さんは代わりに自分のメダルを渡すって言い出したんだ。話を聞くつもりはなかったけど、九太郎さんが真剣だったから無下にはできなくてね。おかげで、いい取引になったよ。怖い顔しないでよ。サラさんはタダでパソコンを見れて得したでしょ？いい。パソコン、貝の遺品だったのにな。九太郎さんが弱みを握られていった。あ、わかったわかったわかった。あれだ。九太郎さん何の弱み握られてんだろうと思って今めっちゃ考えてたんだけど、思い出しました。ちょっとね、前回から時間が空きすぎててマジで忘れてたわ。これだ。一回監視カメラのデータ。九太郎さんが裏切り者なんじゃないかみたいな、そのカードを置いてたみたいなさ、やつあったもんね。これだ。これぶつけんじゃない？そうさん見てたよね、確かね。カード置いてる姿。これだ！よっしゃ！九太郎さん、本当に弱みはなかったんですか？何言っとるぜよ。私たちは、ある映像を手に入れたんです。一階の監視カメラのデータを。そんなものがあったんですか？全部はっきり映ってました。九太郎さんが役職カードを配置したこと、そしてその姿を宗さんに見られていたことも。これが弱みでなくて何ですか？そんな、九太郎さんがカードを仕掛けてたなんて。筋肉ゴリラ、裏切り者だったにゃん。裏切り者？本当にそうだろうか。いや、そうとは思わないんだけどね、あんまり。利用されてるだけだと思うんだよな、主催者側に。もっと何か別の事情が。勘が良くなったからこそ、わからない。九太郎さんみたいな人が裏切るようには。なんであんなことをした？どこでカードを手に入れた？九太郎。何か言ってください！九太郎さん！監視カメラって、なんだ？すげえすっとぼけ顔するじゃん。九太郎さん、ああ、そう。いや、あなたの立ち絵、その立ち絵めっちゃ好きよ、私。あ、今までで一番好きかもしれん、その立ち絵。え？俺たちは散々一階を探索したはずぜよ。おー、笑った。監視カメラなんて誰か見つけたか？それは、見つけた、見つけてない。映像が証拠。映像が証拠だ。カメラを発見したかどうかは重要じゃありません。映像が残ってるんです。それが何よりの証拠です。人形劇ぜよ。え？思えば、俺たちは騙されてばかりぜよ。偽のレコ、偽の三島の人工知能。誘拐犯はいつでも好きに俺たちの偽物を動かせる。それは。サラ、お前さんは騙されちまったみたいだな。脚本誘拐犯、演者偽物、すべて人形劇で織りなすフェイクムービーに。お前さんたちが何を見たのか知らんが、全部罠ぜよ。いい加減学ぼうぜ。しかし、分が悪いね。騙すために偽物を用意するのは、敵さんの常套手段だ。九太郎のやつ、侮れないよ。珍しく言いまかされてるね、サラさん。とにかく、俺とゾーンの取引については話したぜよ。そもそもみんなでパソコンを見た後、俺はずっと気絶してたんだ。俺より怪しい奴は、他にいるはずぜよ。でもなー、さっきのしれっとした立ち絵、完全にもう、悪びれた様子がない、なんか悪いことした人の顔だったんですけどね。
食い下がる、諦める。とりあえず食い下がるか。諦めはしない。後からもう一回出すかもしれない。待ってください。あ、食い下がるって、そうか、そういうことか。そもそも九太郎さんはなぜ瓦礫の部屋で気絶してたんですか？それは、覚えて、ねえ。そんな、ほんとぜよ。瓦礫の部屋に入った瞬間から記憶がねえんだ。起きたらメインゲームだったぜよ。最悪な目覚めなきゃ。誰かに気絶させられたってことですか？だったら犯人を探した方がいいにゃん。そいつ絶対悪者は。九太郎さんの元気な姿を最後に見たのは、確か、みんなでパソコンを見ていた時か。あの時私の手に身代わりがやってきて、私はパニックになってメダルを求めて走った。そうだ、その時以来九太郎さんの姿を見ていない。あの時のみんなの行動が分かれば、こうなりゃその時それぞれ何をやってたのか話すしかねえな。進展。パソコンを給油した時、ロビーに集まったのは俺とそう、カンナ、サラ、ケイジ、レコの6人ぞよ。サラが突然走り去ってから私たちは残ってパソコンを見てたけど、他に情報はなかったんだ。カンナは見終わったパソコンをソウさんに届けに行きました。おまわりさんはロビーにしばらくいたよ。僕は体調不良でトイレに行っててさ、帰り際にナオさんと会話したんだ。はい、偽三島先生のハッキング作戦をソウさんと話し合ってました。僕は真っ暗な1階を探索してたにゃ。なるほど、いっぱい発言してるね。じゃあちょっと今日はね、時間もいい感じなんでこれで終わるんですけど、じゃあこれちょっと結構難しいかも。一章よりも断然むずいかもしんないから、ちょっと慎重にいろいろ考えながら、進めていきたいと思います。絶対エンディング分岐あると思うんで。はい、ということでまた次回に続きます。おつぴよでーす。